はい、おはようございます。というわけで今リバービレッジサーフショップの前にいるんですけども、今鵠沼波見てきたんですけど、風がサイドオンだったんですけどサイドオフショアになって、そこから今オフショアに変わったんで、今からサーフセッションをやっていこうと思います。沖合でね風が吹いてるんでちょっと波もあって、腰腹セット胸ぐらいはあるかな。ちょっと地形があんまり良くないかもしれないんですけど、今日はリバービレッジチームでセッションやっていこうと思うんで、ぜひ最後までご覧ください。というわけで今からビーチに向かっていきたいと思います。はい、ビーチに到着しました。今日は人もいなくて仕切りでできそうです。おはようございます。今日はお店がお休みということで、2人にも撮影セッション参加してもらいます。どうすか今日波難しそうっすね意外とオフショアだったのにまた風回ってサイドになったっすね。そうっすね、流れもあるし、まあサイズはあるね。中上級者が楽しめるかどうかっていう感じのコンディションですね天気もいいしそんなに寒くもないんで楽しくセッションやっていきましょう。はい、お願いします。お願いします。はい、というわけで今日はですね、新しくハーレーのインナーをゲットしたので、これをちょっとテストしてみようと思います。下までこれ繋がっててももまであるんですけど、今日はあえてジャーフルで、まだねそんなに水温湘南下がってないんでジャーフルで下にいてやっていこうと思います。冬とかだと多分上に着物のウェット着たりとかして、千葉北とかね、茨城とか寒くなると思うんで、そういう寒いところは確実にこういうの着た方がね、温まったりするんで、昔はね、多分この袖までなるやつがあったりしたんですけど、肩のところで切れてるんで、多分パドルの時とかもすごい楽だと思うんで、これで今日はセッションやっていこうと思います。今日、トミーさんの板は、僕は何でしょう？全日本でも使用してます、シャロン。これ優勝ボード？優勝ボード。長さは58、24.8 リッター。ピンは JS です。ピン JS です。これも試合の時使ってました。はい。じゃあそのまま調子これで。はい。今日はシャープアイのカーボンのボードを買いました。これ59ハーフでリッター 25.2 リッターですね。モデルストームズっていうんですけど、カノア五十嵐さんのね大人気モデルです。多分一番今年売れたっすかね。大差超好きだもんね。そうだね。で今これお店でもカーボンって人気なんですけど、前までダークアーツって言ってたんですけど、今またちょっと変わってシャープアイのオリジナルのねカーボンのボードになったんで、似た素材でもうほんと性能は一緒なんでそんな変わんないんですけど、ちょっとね安く買えるようにもなってきてるんで、ダークアーツめっちゃ高かったんで手出しづらいっていう方いたと思うんですけど、それよりもねちょっと値段は低くなってゲットできると思うんで、気になる方ぜひお店にも問い合わせしてみてください。というわけで今日はカーボンのボードとインナーのコラボでやっていこうと思うので、後ほどフィードバックしていこうと思います。お願いします。お願いします。おはようございます。昨日サイズあったんですけど、今日朝から温床吹いて昼頃に風が変わるって言ってたんですけど、1時間2時間ぐらい早まって変わったんですけど、ちょっとねまだよれてるんですけど全然できそうなんで、カイサとトミーさんとセッションしていきたいと思います。If the kingdom is overthrown, meet me at the cornerstone. I know that I can't be. トミーさん、形いい波を見つけてファーストカーブ決めてきました。カイサさんも形いいの見つけてファーストね、ちょっとピンアウト気味の決めてきました。風吹いててもね、結構ダークアーツやっぱ調子良さそうですね。反応がかなりいいです。今ね、ちょっと突風が吹いていきなり僕の板が吹っ飛ばされちゃって、その瞬間カイサがちょっとミニバレルのチューブ入ってたんですけど取れませんでした。すいません。さあ今のはセンタローって言って鵠沼の子です。ビラボンライダーの結構うまいです。この子も僕と同い年の岩渕優太も来ました。セッションになってます。ダークアーツ調子を下げです。ファーストカーブからのノートリムでフィニッシュ入れてきました。トミーさんも半端じゃないレイバックスナップ決めてきました。カイトさん、今のバックサイドカーブからのセカンドやばかったっす。結構粉オレアリー系のバックサイドリップしてました。さすがです。まーちゃんも入っています。カイサさん、バックハンド結構調子良さそうですね。結構今んとこほぼ全部決めてます。バックサイドやっぱラグが軽いから上がりがいいですね。縦のアプローチがかなり魅力的なボードだと思います。カイサさん、またもやコンビネーション決めて上がってきます。板調子良さそうですね。お疲れ様です。お疲れ様です。どうですか？波は入るとね、やっぱね、思ったよりね、形があって意外と掘れてるんで、ショートボードには今日楽しいコンディション。じゃあ見た目とは裏腹系ですね。そうだね、見てる方が難しそうに見えるけど、風波の残りだから波がこう重なって見えるけど、実際入るとやっぱ目の前で波うねりちゃんと見えるから、その辺は全然問題なくて、結構普通に楽しいコンディションって、流れがすごいです。流れやばいっすよね、うん、意外とね、スケートパーク前って流れが結構ある時多いんで、サイズ上がるとやっぱ初心者の方とかは結構気をつけた方がいいかなって感じです。板バックハンド結構調子良さそうです。は普通に調子いいですね。やっぱ慣れてるのもあるし、今日はちょっとミックのフィンのミディアムでやったんですけど、はい、ドライブ感がやっぱあるんで、こうカーボンのこう水に浮く感じでスピードの出る感じとこのドライブ感がマッチするんで、その辺がこうフィットするとサイズあっても調子いいのかなって感じでした。結構バックハンドは見てて、粉オレアリー並みのバックサイドのリップをしていたと。これはまあ大げさじゃん。いやでも結構近い感じはあったっすね。軽いからやっぱ上がりがいいっすね。ああそうだね、上がりがめちゃくちゃいいし、今日の波はまんないかなと思ったっすけど、全然はまってたっすね。結構良かったです。保温性が半端じゃなくて見えないからすごくいいかも。今日はすごいあったかい日だからまだその本領発揮はしてないけど、多分真冬とかめっちゃ風強かったりとか曇ってる日とか冷えちゃうとやられちゃうこと多いんですけど、それもないんでめちゃくちゃ調子良さそうな感じだった。僕のこのジャージの下にインナースタイルで真冬過ごせる可能性あるんですよね。ブーツとか履いちゃえば全然平気かもしれない。これ結構いいかもしれないです。要チェック。はい、交代で。はい、サリアさんもボードの紹介をお願いします。これは最近乗ってる、ホワイトタイガー、レッドタイガーって2つニューモデルが出てる中の1つのレッドタイガーです。パイゼルサーボードのレッドタイガー。最近結構調子いいんで。フィンはミディアム。カイサのミックのフィンを。そのままつけっぱ。そのままつけっぱで。調子悪くないんで、そのままでやっちゃおうかな。今日は多分そのフィンのセッティングで合うと思う。ミックの日にはやっぱパイゼルでもロストでもシャープアイでもどの板でも合うから、あとは波の感じ次第ですね。そうですね、はまんない波だとはまんない時はあるけど、意外ともうオールラウンドではまるから試してみてって感じ。わかりました。レッドタイガーはやっぱサイズある方がいいもん。でもまあ腰腹ぐらいあればとりあえず全然問題ないという感じ。多分今日みたいな掘れた波はポケットがあるから、確かに性能を発揮できると思う。楽しんでいってください。はい。サリアさんも今日は休みなのでルンルンで入っていきます。意外とね、こうやって見るとまだまだハードそうなコンディションですが、意外とね、入るといいポジションを見つけられればいいターンが決まる時もあります。貸し切りセッションだったんですけども、スーパージュニアたちも入っております。まーちゃんと、そしてまーちゃんの友達の酒井千太郎、最近プロになった子ですね。まーちゃんと同世代のね、今イケイケの存在となっております。今日はね、かなり流れがあるので、ポジションをキープするのが難しいですが、乗れた時はね、かなりいい波もあったりするので、それを待てるかどうかの戦いとなっております。センタロープロことセンちゃんのバックサイドアタックはね、かなり定評があります。アマチュアの時はね、全日本チャンピオンにも輝いている、今をときめく若手プロです。バリアさんも1本目乗るのに時間かかりましたが、やっとバックサイドの波をキャッチして2ターン入れてきました。やはりね、サイズがあるとレッドタイガー良さそうな雰囲気出ております。そしてサリアさんに続いてトミーさんもバックサイドアタック、全日本優勝ボードでね、しっかりと見せてくれます。今日は一段とインサイドセクションが掘れ上がっているので、見てる方も面白いんじゃないでしょうか。こういったセクションにね、攻め込んでくれるとね、見てる方も気持ちがいいです。さあ、トミーさん上がっていきます。今日は交代セッションなので、まずはトミーさんにボードの調子どうだったか聞いてみたいと思います。サリアさんはまだ入水中です。トミーさん、お疲れ様です。お疲れ様です。どうでしたか？意外と難しいですね。コンパクトで、そうだね、予測不可能な、なんか割れ方して、波の間隔狭いよね。そうですね、前ちょっとはまって、うん、流れがすごいってことですね。タレントがやっぱ出てる時って結構流されちゃうからね。そうですね、ポジションキープが、ポジションキープ難しいし、難しいです。ボードの性能どうですか、この優勝ボード、パイゼルのシャドウ。アクション性は長けてるんで、はい、僕は結構好きで、フィンとの相性もすごくいいんで。 JS のミディアムフィンですか？ミディアムフィン、僕は結構なんかリップっていうよりかカービングの方が結構系が好きな、なんか得意な、結構こう踏ん張り効くフィンの方が。なるほどね。それがじゃあパイゼル抜いたと結構マッチするって感じだ。そうですね、シャドウも結構動いてくれるんで、動かしやすいです。なるほどね。湘南にはめちゃめちゃ合ってる。湘南には合ってる。結構インサイドも掘れてるんですけど、やっぱスピードあっていいターン何回かしてましたね。こういうなんかいきなり掘れ上がる波久々だから面白いかもね。なんかちょっとパンチあって、ちゃんとなんかこうアクションしてるなって感じがめっちゃ楽しい。いいですね。じゃあちょっと撮影お願いします、交代で。さあ、というわけで2ラウンド目、同じくカーボンのボールで行って、さっきも結構いいの乗れたんですけど、流れすごいよね。いや、流れめちゃめちゃあるっす。やばいっすよ。板軽い分、その分すげえ流される感じするから、その辺をキープしながらやれるようにしたいなっていう。それと風吹いてまとまってきたっすね、さっきよりね。そうっすね、早めにバンバン乗ってリズム作れるよ。結構右から出てったよね。いや、右から出てったんですけど、気づいたらもうカイさん目の前にいて、ね、正面も行ってたよね。はい、僕は逆にちょっと手前から出てったら、全然サリアが取ってた時よりめっちゃ流されちゃったから、カレント激しそうなんで、そうですね、奥目から行って余裕持っていければって感じです。はい、とりあえず僕入って、次多分サリア上がってくると思う。トミーさん、今日多分初撮影セッションですね。初めてです。後で録画のボタン教えてください。入る前に、はい、いろいろお願いします。解説をしてくれて嬉しいんで、はい、頑張ります。お願いします。はい、海佐さんと交代して、これから入水していきます。結構奥の方まで走っていってます。川村ブラザーズ入ってます。止めとくと流れてるのがちょっとわかるじゃないですか。すぐ左の方にパドルをしてないと流されてちょっと出てきます。刈谷さん、今バックハンドで一発でリップしてました。結構いきなり掘れてくるんで、リップいきなり合わせなきゃいけないセクションも多いので、結構難しそうですね。結構逆光がすごくて、パドルのシルエットとかテイクオフの乗った感じ見ないと、誰が誰だかわからないというか、どこに人がいるのもちょっとままならない状況です。頑張ります。刈谷さん、すごいスムースなライディングでしたね。無駄がなくて軽々とメイクしていきました。さすがです。刈谷も刈谷が決めた後、1本にカービングしてましたね。兄弟ライディングの体の動き、やっぱちょっと似てます。レギュラーグーフィー別々なんですけど、すごい手足が長くてライディングかっこいいです。僕も手足長くなりたいです。今これもう本当太陽目の前なんですけど、みんなシルエットで誰が誰やら乗らないとちょっとわからないというか、パドルするとわかるんですけどね。刈谷選手、十分狙って決めてます。あともうちょっとで完璧にコンプリート。めっちゃビッグスナップしてました。さすがですね。インサイド結構掘れてきて難しいんですよ。あんまりこう蹴りすぎちゃうと抜けちゃったりして難しいんですけど、うまいことコントロールして決めてきました。勉強になります。抜けられなかったっすね。今めっちゃ走ってたけど、最後のこのクローズセクション難しそうです。刈谷選手、バックサイド方向走って最後一発メイクしてきました。調子良さそうですね。結構走ってます。刈谷さん上がってきたので見てみたいと思います。お疲れ様です。波結構むずいっす。なんか難しそうだね。面はちょっと綺麗になったけど、速いよねちょっと。なんかワイドで速くて入ってもワンアクションみたいな感じが多いんで、でもまあ湘南にしてはちょっとあるんでよかったかな。結構バックサイド決めてたっす。いやなんかチューブ入ってなかった。チューブ入ってもどきみたいな。超吹っ飛ばされたっすね。そんな感じです。はい、交代で交代お願い、はい。波の方は結構まとまってきたんですけど、まだちょっとよれていて、サイズがね意外にあるのかないのか中途半端なサイズなんですけど、いつもの湘南にしてはできるんで、引き続きみんな撮っていきたいと思います。しかもなんかあいにくの逆光で撮ってるのはちょっと結構難しくて、なかなか誰だか分かんないですね。乗れば分かるんですけど間に合わない時もあるんで、この辺は勘弁してください。バックサイドロールに決めてきました。この難しいコンディションの中でもね、結構あのカーボンの板で走り抜けて最後ピンアウト気味の定量を抜いてきました。さすがです。トミーさんも小波の形のいいブレークを見つけて走っております。トミーさん小ぶりなチューブを抜けてきました。ったね。なんか風がすごい回りまくって、いきなりサイドオンになったりサイドオフになったり、はちゃめちゃな状況になってます。お疲れ様です。お疲れ様です。逆光セッションでした。逆光セッションでした。なんか沖で今日風吹いてるから波が残ってくれてるんですけど、だんだん浜の方まで風吹いてきてる。なんかすげえ回りまくってる、風が回りまくってるし、これ撮影難しい。むずい判断ね、撮っててできない。なんかマジでまーちゃんとカイサがまずブラックでグーフィー振った2人しかいないからまーちゃんかと思ったらカイサだしみたいな。なるほどね。でまあ今日はね、できただけぐらいの感じで。そうっすね。板は結構調子いいんだよね。板はだいぶ調子良さそうっす。ミックの辺がめっちゃ調子いいから、最近ずっと違うの試したりしてたけど、やっぱこれが一番安定してオールラウンドにも決めれるし、サイズがあるとやっぱドライブ感あるんで、ピンアウトしてもすごいホールドしてこう安定しやすかったりするし、破壊力もあるんで、このカーボンのボードともすごいフィットする。ハーフアイのボード、ミックの辺すごいどの板でも合うから、やっぱこのセッティングがすごくいいです。確かにすごい保温性抜群すぎちゃって、浜でちょっといつもだって寒くなるなって時も全然平気だったんで、波待ちしてでもずっとこうキープしてくれてるから。でも風吹いてきて多分普通の人だったら今日寒いかもしれないけど、全然あったかいと思う。このジャーフルセッティングがめっちゃいいですね。わかりました。はい、ありがとうございます。はい、というわけで今日はルパービレッジもお休みだったので、チームでね、セッションできて、まーちゃんもしかもセンちゃんも来ましたね。結構上沼セッションだった。そうですね。入るタイミングが全く同じだった。結構楽しかったです。今日僕はこのカーボンのボードで、サリアさんとトミさんはバイゼルのボードをテストしてました。何あればね、やっぱりバイゼルの人もすごい調子いいよ。そうですね。反応はだいぶいいです。ホワイトタイガーがね、この前結構調子良かったから、そうですね。またあのセッションも乗りたい。そうですね。サイズあっても乗れるみたいだ。全然乗れるそうですね。意外と短いけど反応抜群なんで、まあ、あれもいいと思う。はい、ちょっとまたやりましょう。わかりました。でこのインナーなんですけど、売ってるんですよね、リパービリッジ。売ってますよ。もちろん。サリアとかもスクールの時着てる。僕らもスクールの時着てて、結構この前来たらもうめっちゃ暑すぎて汗かくぐらい暑かった。でもやっぱ冬レベルアップしたい方とかインナーとか着てね、そうっすね。温まりながらパービリした方がいい。はい。気になる方ぜひリパービリッジにあったと思うんで。チェックしてみてください。はい、というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。はい。サリアさん、ありがとうございました。お疲れ様でした。ちょっと逆光すぎてね。もうやばいです。多分僕、カイサの YouTube 撮ってて一番撮るの難しかった。マジで過去最高の。過去最高に難かった。逆光だった。さっきまで良かったんだけどね。そうっすね。日差しの関係はさっき良かったけど、今もうマジで見えないです。だんだん太陽の位置が右にずれてきちゃったから、この多分三脚の位置とね、こう平行になっちゃったからね。そうっす。まあしょうがないですね。でもまあ、鵠沼こうやって波あんの久々だから楽しいですね。ずっとなかったんでね、久々にやれたよ。意外と地形も中間ぐらいについてるから、そうですね。そんな悪い感じはないですね。スケパー前も波さえあればね、できるからね。メイクしてくれれば OK。 また千葉セッションでもいいんで行きましょう。千葉の方が波を誘う。そうだね、安定してできるからね。またよろしくお願いします。ありがとうございます。